はい、どうも、おはようございます、えー。お盆明けもですね、早速取りだめをしております。これは多分4本撮りになってますね。はい。まあ、どん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 、えー、動画撮っていこうと思うんですけれども、いただいたのがですね、ヘッドライトに関する質問です。ヘッドライトの黄ばみや曇りの予防方法や対処方法を教えてください。できれば予防は紫外線以外の対策。 対処は対策の効果が長続きする方法でお願いします。という質問をいただきましたんで、これに回答していきます。はい、これなんですけれども、あの前半部分ですね予防に関することなんですけれども、あの黄ばみとか曇りの原因ってですね。ほとんど紫外線なんですよね。なので、質問された方がおっしゃるような。紫外線以外の対策って言われちゃうと特に。 ないのであの紫外線対策してくださいあの紫外線対策って言っても、まあ、結構簡単なんですよとりあえずヘッドライトの方にですねあの太陽の光なるべく当たらないようにすればいいので、まあ、一番いいのは当然車庫とかに入れるんですけれどもあのカーポートとかも屋根付きのものがいいんですけれども、えー、それができない場合はヘッドライトにカバーをかけるとか。 そういった対処でもいいと思います。なんかヘッドライトのカバーって売ってるんですよね。僕なんかネットでちょっと調べたことあるんですけれども、そういったものも活用してみてもいいと思います。で、黄ばんでしまったり曇ってしまった時の対策なんですけれども、一番手軽に済ますんだったら、市販のヘッドライトクリーナーとか、そういったものを使えばいいと思います。えー、僕も持っています。これですね。このやつ。これは、 うんとですね、コメリで買ったような気がします1,000円もしないようなすごい安いものなんですけれどもこんな感じでここにその磨きの面があってこの磨きのクリームもこう自動で出てくるやつなんですけれどもまあこういったものもありますこれでも結構きれいになりますねはいで、えー、とこれはですねまあ黄ばみ手軽に落としやすいですけれどもこの落とす能力とか 持続性ですね。黄ばみの持続性は低いです。で、あと、うちにあるのはこれですね。はい。これ。ワコーズのハードコート復元,ッあ復元キット、ヘッドライト用と呼ばれるものです。えー、これも、えー、ヘッドライトのコーティングとか、まあ、黄ばみ取りに使えます。で、これ、やり方としては、えー、ペーパーとか使ってですね、ヘッドライトの黄ばみを落として、で、コンパウンドで、えー、ある程度磨いてから、 これ薬剤が入ってますのでコーティング剤がコーティング剤を塗り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 して1日乾かして完成というものになりますこう,いこういったものもありますねでこれはですね少なくともこれよりは長持ちします大体これやると半年ぐらいは結構綺麗な状態で保てるかなと思いますねはいこんな感じですでもっと上を目指すんであればやっぱり専門店などでしっかりとヘッドライトのコーティングをしていただければいいんじゃないかなと思いますね ヘッドライトをなんか本当にポリシャーみたいなんでクイーンと磨いてですね、ピッカピカに仕上げてからなんか専用のコーティング剤。まあこれを多分もっと性能がいいんでしょうね。そういったコーティング剤とかなんかクリアとかをね、吹き付けて、えー、やっているところもありますで。そうするとですね、仕上がりもめっちゃ綺麗ですし、あのー、かなり長持ちします。ただ成功しようと思ったら数万円ぐらいかかってくるかなという感じですね。はい。というわけでヘッドライトのまあ 対処ですね。対処に関してはいろんな方法があります。当然ですけれども、お金をかければかけるほど効果は長持ちします。なんでこのあたりはですね、ご自身の予算ですね、に合わせていただければいいんじゃないかなと思いますね。で、とりあえず今までやったことないから試してみたいという方は、本当にこんなやつ、ホームセンターとか、カー用品店とかで売っているヘッドライトクリーナー、 こういったもので一遍試してみるというのもいいかと思います。試してみて、うわ、めっちゃ綺麗になった。これだったらもうちょっとお金かけてやろうかなと思う方はですね、こういったものとか、もっといいなんかコーティング剤とかありますので、そういったものにステップアップしていけばですね、いいんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。なので、あの予防に関しては紫外線の予防してください。<laughs> これはですね、予防紫外線以外の対策 っていうのはあんまりあんまり効果ないかなと思いますので、はい、そのあたり注意していただければいいかなと思います。はい。というわけで今回の動画は以上となります。また何か質問ございましたらこの下の質問フォームよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。